面白かったのはですね、今週あの田原総一郎さんですよ。あ、田原さんがこれ寝ちゃったっていう。37、そうそうそう、本当だな、あれ。いや、僕はもう知らなかった。もう今やさ、はい、あ、誰も見てないんで、浅生も見ないんだよな。そうそう、だから面白くないんだもん、はい、だこの、まあ、田原さん一生懸命やってね、あの熱心にやってんだけどさ、はい、本当に寝ちゃったのか、あれみたいです、ね、寝てませんって言ってますけどね。今年初のテレ朝の朝生のテーマは「どうする新型コロナと2021の日本」というふうにテーマであって、番組の後半で放送事故寸前の問題があったと、でその中で、2時間以上、元旦スペシャルだったから2時間以上長くして5時までやってる、ね、午前0時から5時50分の長丁場だったから、体力的に田原さんが厳しかったんじゃないかというふうな話があったと。だから誰も見てなかったからあんまり話題になってなかったと思うんですけど、僕このあれを見るまで全然分からなかったんですけど、30分ぐらい寝てたと、そう後半、そう何も喋らなかった。あの、僕見てたんだ。僕見てないです、見てないです。これで初めて知った。午前5時から約20分田原さんの司会なしで番組が進む、そうそう、異常事態でした。カメラもそこ映さないですよ、田原さん映さないですよ。で、渡辺キャスターが察知して、起点聞かせてパニリストを回して、なんとか乗り切ったと、で田原さんの姿が放送に乗らないように苦労してずっと回してたと。で、オンエア中にうつうつすることももちろんあったけど、マジ寝てるの初めて見ましたっていうふうに、まあ他の出演者も言ってると。田原さん一応ついに焦点かと思ったっていうふうに、なんかいろいろ、まあ田原さん、あの番組中にあの、はい、コロッと言っちゃうのが、はい、あの理想だって言ってるわけだから、そう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 、その通りになってる、そうそう、なったんじゃないかってみんなが青ざめたっていうふうに、はい、田原氏は目をつぶって考えることはありますが寝てはおりませんというふうに、まあちょっとテレビ朝の広報部は答えてるけれども、完全にピンチだったみたいですね、はい、寝てたという、ね、俺もあのゲラに赤入れながら、はい、あのコトっていくのがいいとか冗談言ってんだけど、死ぬまで編集やるんだというふうに花さんは書いてましたね、はい、田原総一郎もあの寝てないですよと、朝生面白い番組興奮するんだもん、全く寝てられない、多分誰かしらの話を聞いて考え込んでいたんじゃないかなって、怪しいじゃないですか、多分誰かしらの話を聞いて考え込んでいたんじゃないかなって、怪しいじゃないですか、だからでもそう覚えてないってことですね。二階さんが会議でこうグンッとこう下向いてさ、はい、ね、はい、稲田さんが言ってたように、はい、下向いてさ、はい、寝てんのかなと思ったら大事な話だったらむくっと起き上がってちゃんとしたこと言うっていうね、田原さんみたいな、すごいですよ、そうなんですよ、はい。